はようございます。はい、カモンマテリアル、はい、マテリアルの坂上五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、ということで今日は1月9日でございます。はい、はい、まあ、新年明けてね、で多分企業も、まあ、そうですね、もう年明けね、はい、動きがね、仕事始めがね、はい、始まっててぼちぼち動いてる感じで、ね、正月を、お正月三が日を外した最初の週末っていう、はい、感じでございますね。はい、皆さんどんな感じで過ごしてらっしゃるんでしょうか。はい、なんですけども、はい、まあね、去年は、ね、やりたいと思っててね、いろんなことができなくて、そうですね、まあ、それこそ大きなことで言えばオリンピックがね、まず延期になり、もう、どうなってんねやみたいな話になって、うん、で、さまざまなことが本当に、ね、伸ばし伸ばしというか、はい、本当にできなくて、それこそ映画の公開とかね、はいはいはい、そういうのも大きな映画とかもどんどん公開が伸びていったり、ね、逆に配信だけになっちゃったりとか、いろんなことがね、社会で起こっていて、はいはい、でそしてこの、マテリアルでは本当はやるはずだったイベントが、どんどんできなくなっていき、どん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 なくなりましたね。ちょ、本当にね、もう僕ムカついてるのが、うん、やろうと思ったらなんか時短とか自粛とかなんかそういうのに襲われていって、はいはい、結局できなかったことがたくさんあるんですよね。うん、そうですね。でそれをね、今年はね、今年こそは僕らとしてはやりたい。もうまさに去年にリベンジしたいという感じで、はい、思っていますので、はい、今日はですね、そのリベンジじゃないんですけど、今年こそはやるぞという、はい、まあ、イベントとか、まあ、このマテリアルでね、何をやりたいかというのをちょっと僕と、おさこべさん、それから今から出てくるスタッフと、はい、まあ、お話をさせていただければなという感じなんですけども、はい、まあ、僕は、はい、まあ、去年、まあ、一番最後にできなかった、うん、まあ、演劇家カラーズの、うん、プライベートシアターボリューム2ですね。あれはプライベートシアターをやりたいんですよ。はい、なるほどね。はい、はい、3ヶ月に1回とか、はい、それぐらいのペースで、はい、年間でまあ 3,4 回ぐらいの、はい、ミニシアターというか、はい、それの第2弾、うん、プライベートシアターボリューム1っていうのが去年、一昨年ですね、はい、一昨年の11月にやって、はい、で去年は、12月にやる予定やったのができなくて、うん、できなくてボリューム2だったんですね。はい、まあ、それはまあ今からね、はい、できるタイミングが見たらやろうと思ってるんですけど、うん、もう台本はあるので、うん、そうですよね。そうなんですよ、はい、でそれで稽古もね、途中までやってますからね。そうなんですよ、はい、はい、まあ、ちょっと一月ぐらいね、稽古はいるんですが、うんうん、まあ、それをやりたいなと思ってて、うん、でそれができたら、まあ、今度、うん、やろうと思ったのが朗読劇なんですよ。はい、で朗読劇も初めてやったので、うん、でボリューム1は普通の芝居をやったんですよ。うん、で、まあ、普通の芝居やって、うん、朗読劇やりましたってなった時に、はい、大体見えるかなと思ったんです、そのやり方って、うんうん、なるほどね、なるほどね、はいはいはい、でその第3弾、4弾っていうのをやろうと思ってたので、はい、それをやろうかなと、なるほど、思ってますね。朗読劇の、まあ、シリーズ化というか、朗読劇やりながら朗読劇もいけるし、普通の芝居もいけるし、芝居もできるしみたいな感じで、なるほどなるほどなるほど、はい、いろいろこのコンパクトなお芝居とかね、うんうん、コンパクトに見せれるものっていうのをちょっと作り上げたいなっていうのが、うん、まあ、今年できたらいいかなと思ってますね。なるほど、そちらの方をちょっと今年はやりたいですね。いや、見てみたいですよね。と、はい、いうかね、やっぱりね、僕ね、いろんなところで上映会とかやらせてもらうじゃないですか、はい、で一番ね思うのが、例えばね、大きいスクリーンとかね、はい、大きい会場とかでやらせてもらったとしても、はい、会場がね、例えば音にしろ、それから色にしろ、はいはいはい、コントロールができないところはね、はい、本当にお客さん全然集中できないんで、まあ、去年ね、ある会場でやらせてもらった時に、うん、はい、ホテル の, 宴会場みたいなところなんですけど、はいはい、コロナやからって言って窓全開にされて、ちっちゃい窓いっぱいあって、その窓全部開けられて、でそこに一応ロールカーテンを引いたんだけど、はいはい、空気が入れ替わってるから、はい、カタンカタンとかつって、そうヒラヒラする時に光入ってくるし、はいはいはい、だから完全安定できへんかったんですよ。あ、結構明るい中で、そうそう、でしかもね、はいはい、一番つらかったのがアクション映画なんですけどね、はい、まあ、何とは言いませんけど、はい、アクション映画をやってて、なんかその人がバーンって倒されて、バーンってなった瞬間、はい、ピーポーピーポーとかって外から聞こえてくる、はいはい、俺そんな SE 入れてないねみたいな。もう本当に合ってるみたいな、そう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 、もうものすごい微妙に合うんですよ、それがまたタイミングが、はいはいはい、だからなんかね、その作品の世界観を全く作れなかったんですよ。あ、はいはいはい、あれがものすごく悔しくて、
だからあのいや何が言いたいかというとね、ここってもう本当に小さい空間なんで、はい、でまあ換気自体は、まあ、あの回してっていうのは、はい、あの空調もあるから問題ないんですけど、そのこの空間の中やったら本当にちゃんとお客さんを自分たちの世界観の中に包み込めるじゃないですか、はいはいはい、それが僕ねこのねマテリアルの最大の魅力やと思うんですよね、うん、だからプライベートシアター、それこ そ, その、ね、少人数のお客さんで少人数 の, あの役者が出てきて、はい、目の前で芝居をするっていうのは、はい、ものすごい僕最適な場所だと思うんですよね。そうですよね、うんうん、でその舞台のセッティングの仕方とか、うん、まあ、それこそあの前々回で、まあ、去年ねちょっとあの、その朗読劇の、はい、説明をするときにあゆさんもちょっと言ってたんですけど、うん、そのどっちに舞台持ってきてどっちに客座らすかとかあるじゃないですか、はい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 、でそういうその工夫の仕方次第でこの空間何度でも作れる、ね、使えるっていう か,、はいはい、だかそういう面白さは絶対あると思うんで、うん、はい、僕もそのカラーズのね芝居は、ものすごい期待してるというか、はい、まあ、前回の時も僕も見に来させてもらって、はい、あのすごい何ていうんですか伝わりやすいというか、うんうん、それは感じてたので、はい、もうぜひ皆さん今年ねその朗読劇から始まるかもしれませんけども、そうですね、見に来ていただいたらすごいそれは感じてもらえるんじゃないかなと、はい、どちらかというとそのなんまあまあもちろんお客さんにもね来てほしいんですけど、その使う側の人にね、はい、この場所の良さをもっと知ってほしいですよね。そうですね、うんうんうん、と思います僕は、はい、はい、でも手軽に見れるお芝居っていうのはやっぱりどっかで作りたいですね、うん、そういう空間とか、ね、うん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 、うん、そうそうそう、芝居がねもっと身近になってほしいですね。そうなんですよ、うん、ちょっと遠いんですよね、はいはい、劇場とみたいな話があって、でも確かに劇場で見るその異空間に入っていくという意味での非日常の芝居っていうのはすごいいいんですけど、はいはい、うん、でもだから逆に敷居が高すぎてなかなかみんな、そうですね、そうなんですよ、行かないみたいな、フラッと行って、うん、あちょっと見たいな、うんうん、あやってるわ行こうみたいな感じのノリで行けるちょっと世界っていうのね、うん、そういうのは作ってみたいですね。なるほどね、なるほどね、うん、いやそれは見てみたいですね、うん、はいはい、ぜひですね、はい、演劇図らず、まあ、マテリアルでやってる劇団なんですけども、うん、そこにも注目していただきたいなというふうに思いますけども、はい、はい、僕はねもう本当にこれなんですよ、もう早くやりたいですよ俺もこれをこれ、はいはい、これねみんなね間違って読むんです、カムイ映画祭って読むんですよみんな、違うんですこれカムイ映画祭りですなんかうん漫画祭りとかなんかありますよね、なんかああいう感じで、その要は何やったらおかげさまでカムイで映画を3つ作ってますから3本作ってますから、はい、その3本の映画をワンセットで全部楽しんでもらおうというのをこんな感じなんですよね、これ5日間で8回転するというね、はいはいはい、こういうプログラムで実は去年これね4月15日から3日間や5日間やらせてもらうという予定を組んでたんですけど、コロナでねもう C5 はもうね閉めてましたよ ね、そうですよね、店自体閉めたはったんでできなくてですね、うん、その後も開けたとはいえなかなかイベントを組むというのが難しくて、はいはいはい、残念ながら、未だにまだ、開催できてないというイベントなので、はい、もうこれはねね本当にこんなに、3本の映画ですよ、これを皆さんにもう一度見ていただきたいというか、はい、まあ多分この番組見ていただいている方で全部まだ見てない人もいると思うんですよ、うん、1本だけ見てて、ね、あと2本見てないとかいう人って結構いらっしゃると思うんで、はいはい、ぜひこの3本をね、同時に楽しんでいただくなり、はい、まだ見てへんやつだけ見に来れても全然構わないんで、うん、見ていただけたらなというふうに思ってまして、はい、でこれね正直言います、やらしい話今からしますよ、めちゃくちゃやらしい話します映画監督だ上映場所とか探してる人たちはぜひ聞いていただきたいんですが、これ儲かります儲け出ます、はい、なぜかというと場所自体そのじゃあここ借りるのに1日10万とか20万とかするかとしないわけですよ、うん、で1回転例えばコロナ対策で15人15席やったとしても、うん、1000円取っても1万5000円取れます、これ1日2回転すれば3万円になる、3回転すれば4万5000円になる、うんね、そういう話です、でもこれ1000円での話だから、もうちょっと値段が上がっていけば、うん、もうちょっと、うまい具合に、はい、儲けリザイア店の上上がっていくわけですよね、かつそこでグッズ販売とかやっていくっていうような流れを作っていくと、実は
回転数を上げれば上げるほどちっちゃいところでやったら儲かるんですよ、うん、そうですね、あのね、100人の劇場を借りて、10人しか入れへんかった場合っていうのはどれだけの損益が出るかっていう話なんですよね。で、会場との折半だったっていう場合であったとしてもこれどっちも痛み分けなんですよ。だったら15人の会場で10人やったら3分の2入っとるやないかって話なんですよね、これだから。そのスケールメリットっていうのは確かに100人の会場にはあるかもしれへんけど、それだけの動員力がない場合っていうのは実はちっちゃい会場でたくさんやった方が絶対いいんです、うん、そうですね、ね、うん、でかつあのマテリアル の料金体系ということがっていうのもありますから、確実にリーズナブルに、借りれる場所だったりとかするんで、うん、ちゃんとこの小屋にあの支払うべき金額さえ支払っておけばその後は理財でしかないんです、うん、っていう考え方でいくと僕はこのマテリアルをどんどん使うべき、うん、うん、だから早く使いたいんです早く使いたいのに状況が許さないから何にも使えなくてもう腹立てるんですよ僕は本当に。なのであのいや別に儲けたいという話をしてるんじゃないんです。あのただ僕は活動を続けていくためにはどうしてもやっぱり資金と必要です。で作品作るにもお金絶対いりますから、あの僕はなんか誰かが損をして作る映画なんて作りたくないんですよね本当はね。まあただ残念ながらその資金力が足りなくて、うん、あのご迷惑をおかけした人たちもいるのはいるので、大きなことは言えないんですけどね。でもそれでもちゃんとあの適正な価格でね、あの、その儲かったお金を使ってまた新しい作品を作るっていうのをやっていくためには、はい、やっぱり僕らもそういう活動こういう活動をやっていくしかないので、でそういう意味で言うとこのマテリアルっていう場所はものすごく、ものすごくいい場所なんですよ、うん、はい、なんせやってる人がやってる人ですからね。そうなんですよ。だから、ね、あのもう僕らって悩み共通なんで、うん、同じことで悩んでる人たちだから、あの逆に言えば要求があれば、はいはい、じゃあどうやってこうしたらいいかなみたいな話でお互い相談し合いながらできますから、あのそういう意味ではもうこの場所って本当最適な場所だと思いますから、大阪市内でもアクセスもすごいいいですし ね、もうそれはもう抜群にいい、抜群にいいですから、はい、なのでどんどん使っていただきたいと思っておりますので、はい、皆さんも使っていただきたいし、俺は早く使いたい早くやりたいんです、はい、これを、はい、あの早くたくさんの人にこれまた見ていただきたいです ね、これちなみにあの、全部の作品にあのマテリアル絡んでますから1作目と2作目はもう本当に完璧にね、はい、あの2作目なんか助監督やってますからね、はい、なので、そういう意味でもですね、あのぜひこのカムイ映画祭りは、今年できたら早い段階で、はいはい、やりたいなと思っております、今の段階だったら一応一番早いので3月にあの東大阪文化創造館で、はい、東大阪エイフボランタリーネットワークさんが主催で、大きな気になりたいっていう映画をね、はいはいはい、一応上映していただく予定ではあるんですが、はい、どうなってんのかなっていうのがよくわかんないですけども、はい、そういうのもありますけどね、あのやっぱりカムイとしてどんな映画を作っててどういう感じでやってるっていうのはできればあのこの作品3つ見ていただけば分かっていただけるんじゃないかなと思うんで、はい、みんなでワイワイ、カムイの映画で盛り上がっていきたいなと思ってますんで、やるのが決まったらぜひ皆さんね見ていただいている方は来ていただければなと思っております。はい、はい、という感じでございますね。はい、はい、まあこんな感じですよ今のところ僕らに言えるのは、うん、そうですね、はいはい、これ以上はなかなかちょっと言えない感じなんですけど、はい、それでも今年はねとにかくもうどんどん走り続けてね、はい、行きたいと思いますんで、走りたくてうずうずしてる人をそろそろ呼んでよろしいでしょうか。はい、はい、あゆさん、はい、走りますよ。なんでランニングやっちゃうんだよ。そうですね、はい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 、おはようございます。はい、はいはい、お店の情報ですね。はい、はいはい、とにかく走ります、はいはい、月曜日は本当に毎日ね、うん、みんな、うん、
なと走ろうというイベント組んでおりますので、はいはい、ぜひぜひお越しください、はいはいはい、大阪城の周りしかもあれですからね、今度111ですから、そうですよね、1月11日ですから、はいはい、になりますので、はい、ぜひぜひお越し、分かった、もう俺1月11日走りに来る、はい、あ、やったー111に来る、来る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 、はい、お待ちしております、はい、あさってですね、あさって、はい、お待ちしておりますので、はい、皆さんも一緒に走りましょう、はい、お願いいたします、今の状況ではね、走ることしか今決まっておりません、はい、またまたね、決まり次第ホームページに載せますので、はい、ぜひぜひご覧ください、はい、お越しください、はい、はい、では帰ります、走って帰ってください、走って帰ります、はい、はいはい、じゃあ高橋さん、はい、おはようございます、はい、おはようございます、はい、今年も走りません高橋ですじゃあこんにちは高橋です、はいはい、っていうのもございますが、はい、今年リベンジね、リベンジね、あのまあ去年ねここでいろいろやらさせてもらおうと思ってたのができなかったので、そうですね、で監督のね仮面映画祭りのでもお手伝いする話、そう本当はねあの司会なんですよ、もう今まだもうオファーはし続けてますから、はい、はい、それが流れたとね、はいはい、であとちょっとねあの知り合いのね監督さんの映画の上映会もね、はい、するのまでちゃんとね関係じゃないと、はい、もう決まってたんですよ、もう全部やったのにね、だからもうその辺できてますからね、はい、またご一緒にできる人がいれば声かけてもらうと、そうですね、そのままね一応見てもらって、そうなんですよ、あの流れを回ってきてますからね、うん、あの拍手の状態ではないんでね、うん、声かけていただき、あの変な話ですけどここって、うん、あのまあ、ネット環境もあるので、はいはい、あのリモートでね、うん、監督さんの舞台挨拶もできますから、うん、あのまあ、別に関西の監督さんだけじゃなくて、はいはい、関西以外の東京とか、うん、それ、はい、まあ、福岡名古屋、ね、北海道どこの方でも構いませんけど、はい、興味のある方は言っていただければ、そうですね、はい、あのあくまでもその、まあ、工業的ではなくて、まあ、まず見てほしい、そうだから手作ったのに、ね、監督の人が見てもらわれへんっていうのが、うん、まずそれが残念、はい、でそこから、まあ、儲けが出ればいい話にまずは見てもらうっていうね、はい、なんかそれをしたい方は、うん、お声かけてみたいなと思いますね、うん、はい、ちょっと儲けようかもしれないですね、いや、もういやでもあれですよ、先ほどね、そう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 、あのだからやり方次第なんです、うん、そうそう、まあもちろんその例えば東京の監督さんとかの場合は、はいはい、あのこっちでその知名度があるかないかの問題でお客さん集まらつまへんがあると思うんですけど、はい、まあ、それでもあの東京の監督さんでも大阪にファンがいらっしゃる方がいらっしゃると思うので、はいはい、そのファンの方の応援をここで引き受けることができます、ね、だからあの東京でもやっぱり何十人規模のちゃんとしたシアターもあるし、うん、名古屋の方もね、そのありますよね、シアターがありますからね、それで考えてもらうとね、そうそうそう、大阪にもあるよっていうことを、はい、していただきたいと思います、はいはいはい、で大阪の話しましたけど、実は、はい、今月はね、一応 1.17 がありますので、はい、この番組の、ね、神戸を舞台にした作品をいろいろ絡めまして、はい、ご紹介したいと思いますけども、はい、1本目はですね、これ、ありがとうという映画がですね、はい、これ2006年11月25日東映系で公開されました、はいはい、監督が、萬田邦俊さんですね、はい、あまりこれが一応、まあ、代表作みたいな監督ですけども、うん、これ、実話ですよね、うん、阪神淡路大震災で全てを失って急にプロゴルファー、趣味でやってたプロやったゴルフを、頑張ってプロになろうとした方の話でございます、はい、これは、まあ、原作は、平山さんという方が書いたんですけど、登場人物、その本当になりはったんですね、うん、震災後にプロゴルファーになりはった古市忠夫さんという方がいらっしゃいますが、この人はつながりがあると。うん、私と一緒で、神戸市長田区出身です。ああ、なるほどなるほど。古市さんね。はいはい、で誕生日が9月22日。おろ。また今年も。おろ。また9月生まれを。また引いてしまいましたか。うん、ね。はい、ね、あの紹介すると9月生まれというね。そうなの。ほんでこれなんか2006年ということは、はい、逆にあのね、シナフコミュニケーター。お称号もらったのが2006 年、うん、2006年の10月なんで、おーおーらららら、多分そのなった後の一発目の試写会、なるほどなるほど、普通に見に行った試写会 で、はい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 、で多分これに自分は多少影響されたところがあるかもしれません。なるほど、今あと知らずにちょっとあの考えてみると、うんうん、その流れでいくとやっぱりこれを見てね、自分もちょっと頑張ろうかなと思ったんじゃないかなと思います。私の家もね、一応あの震災族なんで、はいはい、その辺も踏まえて、はい、まっすぐになったと思いますね。なるほど。でこれがあの先生言いましたあの、はい、田中佳子さんも出てまして、うん、で赤井秀和さんが出てるということですね、はい、でこれ実は小野真知子さん、
ですね。今でいう割合いろんな人が来てます。はい、これ、ね、実は薬師丸ひろ子さんのちょっと、ゴルフする新芸人ですが、あと帯子も出てるんでね。はいはいはい。あのね、はい、あの角川から3回目の共演ということで、はい、その辺も見ていただきたいと思います。これ多分今 DVD では見れると思いますので、はいはいはい、その辺やってちょっとツイートの意味を込めて見ていただきたいと思います。はいはい、そしてもう一本こちらの方も、はい、有名な作品ですけども、はい、その町の子ども劇場版っていうことですね、はい、これは阪神淡路大震災15年の時のドラマとして、うん、あの NHK で放映されたっていうことですね、はいはい、これね2010年の1月17日の23時から放映されたんですけど、多分ね、はい、出動のシーンがあるんですけど、うん、これね朝撮ってるはずなんですよ、はい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 、あのテレビでは、はい、でそのままその夜にドラマの部分として、はい、なるほど、やったっていうことですね。でこれは2011年に劇場版としてちょっと編集をして劇場公開された、うん、ということですね。なるほど、2011年の1月、震災の年ね、はい、うん、だからその1月15日にやった後にちょうど東北があったから、はい、その辺もなんかね、なんかすごいタイミングですよね、意味があるんかなと思います、はい、まあ、あの森山未来さんとかね出てますね、はいはい、やってますんで、これはね、これが実はですね、はい、ジュースをシアターセブンでかけたいと言った方が、はい、そう勤めてはったんですけど、うん、これをかける思いの方が亡くなりはったとか、でそれも、それは地震ではないんですけど、うんうん、後の話ですけど、それでジュースのシアターセブンはその、うん、神戸に対しての思いと、うん、その亡くなったスタッフの思いを込めて、うん、毎年もう DVD もなってます。ああ、そうなんですね。もう古い映画なんですけど、うん、一応、今年も1月16日土曜日から1週間だけですけど、うん、ジュースのシアターセブンでまた上映します。なるほど。だからもうそれはもう本当にお客さんの人数じゃないんです。上映をするっていうことに意味がある。ちょうど1週間後ですね。そうです、はい、だからそれにまあ共感される方は、はい、これに来まして、まあね、で今年はちょうど、日曜ですね、1月17日が、はいはい、だから、ちょうど16日からこれを見て、うん、そのままの流れで、うん、まあ今その、はいはい、どうなってるか分かりますけど、はい、そのまま行くっていうのも、はい、この映画のまま、ね、はい、はい、っていうことでございますけども、はい、はい、よければ、見ていただきたいと思います。はい、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 ということで、終わりですかね。今日はちゃんとして帰ります。いつも大きなりくらい。はい、シネマ 2U のコーナーでした。はい、はい、ということでエンディングでございます。はい、まあそうですね、だから1月ってね、いろいろあるんですよね。だからね、あのまあ震災、そうですよね、まあ我々やっぱ関西の人間って震災というとどうしてもね、阪神淡路になります。そうですね、うん、まあ毎年ね、117っていうところでみんないろんな思いをね、思い返すというか、そういうことがあるんじゃないかなと思うんですけども、まあでも16日もうち配信なくなりますね。もうね、なのでまあまたあのこのことはちょっとあの今日からですよみたいなのを言いたいなと思ったりするんですよ、来週もね。はい、ということで今年、ぜひリベンジをですね、したいなと思っておりますので、今年もカモンマテリアルっていう感じで、はい、ぜひこのマテリアルを活用してですね、皆さんに花を咲かせていただきたいなと思ってますし、僕たちも、自分たちの花を咲かせたいと思ってますので、これからも応援の方よろしくお願いします。はい、ということで、今日の番組これで終わります。ありがとうございました。来週。